ね、それと一緒なきゃなんだよね。それが、セマンティックなことで、この2つはね、その科学の問題なんですよ。だから、みんな解くのが楽しいし、なんていうの、みんな競争で解いてるわけ。バイオインフォーマティクスっていう人たちはみんなこの問題解いてるわけ。ね、みんな考えたらなんとかなりそうよね。いいこと思いついたとかさ、頑張ってやってやったとか。でも本当にこれを阻害してるのは、例えばそのさっきの学術用語集のデータベースを統一するなんていうのは、まあ、選択的な問題はほとんどなさそうよね。英語が書いてあって日本語が書いてあってデータベースって言ってもそのただのフラットファイルみたいなもんじゃないですか。で、セマンティックの問題は、まあ、辞書の投稿の本当の問題で、同じ記号で書いてあることの日本語の翻訳が、違うんですかっていう話で、これは大した問題だから、ね、じゃあどうしてできないかって言ったら、そのプラグマティックの問題が阻害してるんですよ。で、この自然科学ってプラグマティックの問題は扱わないよね、普通。なんていうの、一般的な話をしてて、研究するのにさ、その所有権から始まったり利用制限から始まったりしなかったわけ、科学っていうのは。その霞の科学をやってる間は。ところが、その実社会とつながる科学をやりだしたり、それからデータとかね、データベースとかっていう、その、なんていうの、アーティファクトですよね、人が作ったもの。人が作って実際社会に存在しているものっていうのは、天然物と違って、所有権っていうのがあるわけよ、誰のもの。で、結局誰のものっていうのがあるせいで、私のものとあなたのものの統合はいいですけど、僕の知らない人が僕のものを統合するのは嫌ですみたいな問題になって進まないわけよ。あの学教会なんていうのはまさにそうですよね。その所有権を持ってるつもりになると、なんていうの、コントロールしたくなるわけよ。その利用者をコントロールしたくなる。ここはやっていいぞとか、いつも俺のことを見とけとか、俺の恩恵に預かってるっていうことを感じとけとか。それで、そうやな、少し、それでね、データベースっていうのは、その容器に入った食材のような状態なわけなんですよ。それ、この容器ってやつが、所有権であったり、容器薬であったり、その、こいつの所有者だと思ってる人が、着せた所有権限の制限なんですよ。で、データベース統合っていうのは一色にやりましょうっていうわけじゃなくて、こいつが瓶から出さえしたらカレーも作れるしシチューも作れるし、別に使わないものがあってじゃがいものバター炒めもできるでしょ。だからこの、容器から出せば統合なんていうのは誰でも、楽しくできるわけなんですよ。上の問題片付ければいいだけやからね。これだから君らにも参加できるわけなんですよ。ところがこいつをクリアしてくれなきゃみんな何もできないわけ。今起こってることは、だからデータベースっていうのが公開してると言いながら、瓶に入った食材のような状態やったり、それからなんていうの、その人参農家が自分家で、自分家の食堂で出してる自分家の人参を使ったカレーみたいな、ちょっと人参農家がそのもう食堂で出てるカレーってあんま美味しそうじゃないでしょ。でも、人参入れようと思うと、人参入れのカレーを食おうと思うと、そこでしかカレーが食えないような、そういう統合がたくさん起こってるわけなんですよ。で、なんかちょっとオーディエンスが違うかな。いやそうですかね。それでね、それでですよ。で、ここに戻ると、次、そうやな、だから誰も取り組まなかった最大の課題っていうのは、プラグマティックな問題、社会上の問題、所有権の問題、そういう問題だったわけなんですよ。で、そういうことを知るにつけて、じゃあその、データとか論文に書いてある情報とか、そんなものが、科学では自由に使えますっていうふうに習うよね。でも、それがデータに関してはデータベースで公開するっていうやり方が、自由な利用を阻んでて、データベースってしちゃうとさ、中に入ってきた人と、みんな、データベース使うときにさ、初めてログインしたらなんかこんな
やってスクロールできる長いわけのわからん法律的な文章が出てきてさ、同意するとかしないとかにクリックさせられるのがあるでしょ。あれがまさに、データベースに、データをデータベースにする、目的なんですよ。あれ、なんつったっけ、クリックラップアグリーメントか。だから、あれで利用者全員と利用契約をしてるわけですよ。データベースに入れとかなくて、FTP サイトやったらあれできないよね。データベースにするせいで、あれで全員と契約して、その時に、割と恐ろしいことを書いてるものがあるわけね。これを使って、苦労して研究して、その論文を書く時は、自分の名前を入れてくる。これぐらいはいいよ。でもそれが何か知財になったら、その 30% をよこせとか、こんなことが書いてある場合もあるわけ。これアカデミーの話ですよ。で、あれをやるためにデータベースが使われてるって側面があるわけなんですよ。で、いや、その、そういう、なんていうの、どうして人をそんな風に走らせるかっていう と、データ自体がね、その、昔そのクレイグ・ベンターっていう人が、無作為に CDNA のシーケンス EST って言ってるやつですけども、してそれに全部、パテントをファイルしたことがあるわけ。その人のタンパク質で何かの役に立ちますよって。でも、それはその、特許政策としてそんなものに特許を認めると、後の研究を阻害するでしょ。あいつどうせあいつのもんやから、それのキャラクターライゼーションがやりたくない。だから否定されたわけで、ゲノムの配列とか EST とかスニップ全体とか、そんななんていうの、特定のダウンストリームのアプリケーションが、明示されてないような配列みたいなものには、知財は認めないということになったわけだから、特許は守られないよね。で、それからじゃあ著作権はどうかっていうと、あれはそのどんなデータであっても、著作権が認められるものっていうのは、誰かのクリエーション、創造的な、ものであれば著作権が認められるわけだから、2ワードとか3ワードの、短いフレーズっていうのには著作権じゃないけど、5とか6ワードになると倍の数がすごく大きくなるので、6ワードぐらいの組み合わせのセンテンスを書けば、どんなものを君たちが書いたとしても、その時点で、放置すれば、それは君らに著作物として著作権が与えられるわけなんですよ。で、それに比べると、DNA 配列とかスニップとかいうのは富士山の高さなんかと一緒で、なんていうの、誰が測ろうが一緒でしょ。だからその、測った人の、クリエイティビティは無関係なので、著作権が認められないわけで、そうすると、特許は出せないで、著作権も認められないってことは、人に見られちゃったら、人に、これがまたデジタル時代の新しい、影響なんですけどね。デジタルデータは見つかっちゃったらバッと黙ってコピーされて、全くその、劣化することなくコピーできるでしょ。そうすると、もともと俺のだよって言えるわけ、とコピーした人が。で、そういうふうにその、権利で保護されてないので、でも、でっかいデータなら、さっき言ったようにそのデータを1種類持ってると、残りのものに1種類加えるだけでそのユーティリティは上がるのだから、自分が、隠れて持ってると、いいことがあるわけなんですよ。みんなが使えるデータプラス1を僕が持ってるということで、で、それでその隠したい、でも公開するとなったら、ある程度自分のコントロールのもとに、公開したいっていう気持ちになっちゃうんですよ、みんな。そのせいなんですね。じゃあその、ここでその科学って何だって難しい話になるんだけど、